ロップ・グラマンは、2016年1月5日、アメリカ海軍から、航空自衛隊向けの E-2D アドバンスド・ホークアイを生産するための契約変更を受け付けたと発表しました。航空自衛隊は、新しい空中早期警戒 AEW 指揮管制機として、2014年11月に E-2D の採用を発表しました。これは、アメリカ政府の有償海外軍事援助 FMS での導入になるため、日本政府がアメリカ政府に発注し、アメリカ政府、海軍がノースロップ・グラマンに発注する形となります。2億8,597万5,244ドルの契約変更により、航空自衛隊向けの E-2D 初号機は、アメリカ海軍向けの機体と、同じフロリダ州セント・オーガスティンのエアクラフト・インテグレーション・センターで生産されます。E-2Cは、アメリカ海軍や航空自衛隊のほか、台湾空軍やフランス海軍、エジプト空軍などが使用していますが、最新型の E-2D の輸出は日本が初めてとなります。E-2D は、ステルス機や巡航ミサイルに対応した新しいレーダーを搭載し、ネットワーク能力を向上させています。